今日午後、国道48号の関山トンネル付近で車2台がぶつかり、20代の男性1人が病院に搬送されました。今日午後1時45分ごろ、青葉区佐久波の国道48号で走行中の乗用車2台がぶつかりました。この事故で乗用車を運転していた20代の男性が首の痛みを訴えて病院に搬送されましたが。 命に別状はないということです。現場は雪が降っていて視界が悪かったとみられています。国道四十八号は事故処理のため、作並みのチェーン着脱所から関山トンネルまでの間で全面通行止めとなっています。